はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、たまたまマツタケが半額になってたんで、まあ、動画のネタにでもちょっと買ってみようかなと思って買ってみました。中国産マツタケですね。当然あれこれは洗う必要がありますね。これはえー、最悪です。音声も入ってませんでした。厳選した2枚のマツタケのうちの1枚を初めて使うグリルで焼きます。いただきます。あんまり味はすごいマツタケの味する。味はこれすごいマツタケの味する。匂いは全然なんだけど、でもなんか鉛筆食ってるみたいな、そんな松茸いただきます。美味しい。三つ葉の香りがすごい美味しい。今回私蒸し出しをしなかったので入ってるって思ってませんでした。結局まあもちろんその虫もね食べれます。蒸し出ししなくても虫も食べれますが、気持ち悪いっていう人もいると思いますし、それを食べたらですね、いや食べれるんだっていう人もいると思います。両方いると思うんですけど、少なくとも動画内では使わないようにしようっていうことで、使いませんということで松茸でした。